無邪気キャラのギャップ。6月21日に亡くなったモーニング娘。の育ての親ともいうべき振付師の夏まゆみさんのお別れ会、夏まゆみ魂に出会う会が先頃ホテルニューオータニ扶養の間にて行われたが、その中でファンの注目を最も浴びていたのが後藤真希だった。式にはモーニング娘。のうっくらが顔を揃え、夏さんへの感謝の言葉を紡ぎました。彼女たちによって涙ながらに語られる夏さんとのエピソードから、改めて芸能史に残した功績の大きさを知らされることになりましたね。そこには飯田香織や矢口真里、安田圭に市井さやかなどが顔を揃えたが、話題になったのは喪服姿の後藤の色っぽさ。髪を後ろに束ね、黒いワンピースに真珠のネックレスはディアリングというごくシンプルな礼服スタイルが、その魔性とも言うべき色化を際立たせていました。彼女は31日にダンスユニットのロルオとボーリングを楽しむ様子をインスタにアップしていますが、その際の屈託のない笑顔とは別人のような大人の女の顔でした。後藤の喪服姿が話題になったのはこれが初めてではない。10年1月28日、母親の時子さんが不慮の死を遂げ、都内の斎場で行われた告別式の時の喪服姿が不謹慎ながらあまりにも艶っぽく大いに注目されたのだ。和装の喪服姿で目に涙を浮かべ、悲しみに焦燥しきった表情の後藤の姿が当時25歳にしてはあまりにも陽艶でした。生前の夏さんは後藤の才能について、もう娘 AKB の中での1といつも大絶賛していた。お別れの会での姿をきっかけに、そんな後藤がまた注目を集めて世の中に求められることを喜んでいるに違いない。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。